柴太郎さんと下僕くん。ある女の子のベッドの上には柴犬のぬいぐるみが2つあります。1つは大きくて枕にちょうどいい大きさ、もう1つはそれより小さいけどとってもふわふわしています。女の子はこの2つのぬいぐるみが大好きでした。2つのぬいぐるみには名前があります。大きい方が柴太郎さん、小さい方が下僕くん。なんでそんな名前をつけたのかと女の子のお母さんが聞いたとき、だってね、柴太郎さんよりも小さいし、後から来たから、下僕くんは柴太郎さんの言うことを聞かないといけないの。お母さんはちょっとため息をつきました。なんでかというと、下僕というのはあまりいい意味ではないからです。下僕の意味を分かってつけてるの？お母さんが聞くと、下僕ってなーに？と言いました。下僕というのはね、召使いみたいなもので、何でも言うことを聞かないとならない人のことね。そっかー。じゃあ、柴太郎さんの下僕。女の子は楽しそうにそう言いました。何日か前にその言葉を覚えたばかりなので、使ってみたかったのでしょう。ただ、意味もわからずに、そんな名前をつけられたぬいぐるみがかわいそうでしたが、女の子は2つのぬいぐるみをかわいがっているので、それはそれでいいだろうと思いました。ところが、それを聞いていた柴太郎さんは思いました。そうか、下僕くんは僕の言うことを何でも聞かないといけないんだな。それからは下僕くんにあれをしろ、これをしろと好き放題のことを言っていました。もちろん動けるわけではないのですから、何ができるわけではないのです。それでも柴太郎さんは自分の言うことを聞かせることが嬉しくて仕方がありませんでした。それはまるで王様になった気分だったようです。ところが、それからしばらくすると、新しいぬいぐるみがやってきました。それは、女の子が前から欲しがっていた熊のぬいぐるみでした。女の子は柴太郎さんと下僕くんの代わりに、熊のぬいぐるみをとてもかわいがるようになりました。そして、柴太郎さんを枕に使い、下僕くんを座布団のようにお尻の下に敷くようになったのです。一晩中重い頭が乗っている柴太郎さんは苦しくて苦しくて仕方がありません。昼間は下僕くんがお尻の下にされているのですが、下僕くんは苦しいとも嫌だとも言わずに、ただじっとしているのです。それを見た柴太郎さんは思いました。きっとお尻の下に敷かれている方が楽なんだ。そこで柴太郎さんは下僕くんに言いました。おい、下僕、お前の仕事はなんて楽なんだ。え、
なんで？お前はいつでも涼しい顔をしてお尻が乗っていても苦しいとも言わないじゃないか。きっと座布団の代わりにされている方が楽なんだろう。僕は毎晩枕にされて重い頭を支えないとならないんだ。だからお前が僕の仕事をすればいいんだ。そんなこと言われても。お前は僕の下僕なんだから言うことを聞かないといけないんだからな。へえ、わかったよ。優しい下僕くんは柴太郎さんと入れ替わることにしました。これで楽になれると思った柴太郎さんでした。夜になり、枕の代わりにされた下僕くんは思いました。ああ、本当に重い。頭ってこんなに重いのか。柴太郎さんはこんなにもつらい思いを毎晩していたんだね。これじゃあ変わってほしいと思うのも無理ないことだよね。座布団代わりに使われていた僕なんて本当は楽だったんだ。それなのに僕は座られるたびに重いとか辛いとか思っていたんだから、なんてわがままだったんだろう。下僕くんは自分がとてもわがままだったと心から思いました。では柴太郎さんはどう思ったのでしょうか。やっぱりこっちの仕事の方が楽じゃないか。一日中座布団にされるわけでもないし、重いわけでもない。下僕くんは本当に楽な仕事をしていたんだな。変わってよかったよ。とても嬉しそうです。しばらくすると、女の子が部屋に入ってきました。どうやらお勉強をするらしく、椅子に座りました。そのまま座り続けるなら座布団はいらないはずだし、今日は仕事をしなくて済むだろうと思っていた柴太郎さんはとても嬉しそうでした。けれど女の子は何を思ったのか、急に椅子から離れると絵本を持ってカーペットの上に来ました。そして柴太郎さんをカーペットの上に投げるように置くと、その上にお尻をどっかりと下ろしたのです。う、痛い。そう叫んだものの、柴太郎さんの声は女の子には聞こえません。女の子は柴太郎さんを座布団代わりにしてのんびりと絵本を読み始めました。だんだんとお尻の重みが柴太郎さんを押しつぶし、その重みで苦しくて仕方がありません。逃げ出したいと思っても、もちろん逃げることなんてできないのです。こんなに重かったの？それでも一晩中重い頭を支えているよりはずっと楽なはずです。なぜなら女の子が絵本に飽きたらきっと別のことを始めるから。そうすればもう座布団なんて必要ないはずです。けれど女の子は飽きずに絵本を読み続けています。それにただ読んでいるだけならよかったのですが、何やら女の子のお尻からプーッと聞こえてきました。何の音なのかわからずにいた柴太郎さんですが、次第に自分の体が臭くなっていくことに気がつきました。なんととっても臭いおならだったのです。うわー、おならした。なんで
で僕の上でおならなんてするんだよ。もう臭くて臭くてどうしようもありません。思いだけなら我慢もできますが、とっても臭いおならまでされたら我慢なんてできるものではありません。でも逃げることもできず、涙が出るのを我慢しながら必死におならの匂いがなくなるのを待っていたのです。ああ、こんなに大変な仕事を下僕くんは毎日していたのか。それなのに僕は自分ばかりがつらいと思い込んでいたんだね。仕事を変わりたいなんて言うんじゃなかった。まだ枕にされている方が楽だったんだ。柴太郎さんはとっても後悔しました。その後も何回も女の子のおならに我慢して、やっと女の子は絵本を読むのをやめました。どうやらお腹の調子が悪いのか、部屋から出ていくとトイレに入ったようです。女の子がいなくなった部屋の中はおならの匂いが漂っています。柴太郎さん、大丈夫？下僕くんが声をかけました。あまりの臭さに僕は息ができなかったよ。下僕くんは毎日こんなことに耐えていたんだね。お尻は重いし、おならで臭くなるし、僕はこんな仕事は耐えられないよ。それなのに下僕くんは何も文句を言わずに毎日じっとしていたんだね。本当に下僕くんはすごいね。柴太郎さんこそすごいと思うよ。あんなに重い頭を一晩中支えているんだもの。僕は柴太郎さんのように我慢することなんてできないよ。下僕くんも柴太郎さんもお互いがとっても我慢強いのだと思いました。僕は今まで下僕くんに意地悪ばかり言っていたけど、こんなに我慢強い下僕くんに意地悪を言うなんて、僕は本当にバカだったと思うよ。僕だって柴太郎さんが意地悪ばかり言うから、本当はいつも柴太郎さんの言うことを聞きたくないと思っていたけど、こんなに我慢強い柴太郎さんの言うことなら僕は何でも聞くことにするよ。すると柴太郎さんは大きく首を振って言いました。これからは下僕くんを下僕扱いはしないよ。その代わり仕事は元に戻してくれると嬉しいな。僕は座布団にされるのはもう我慢できないんだ。うん、僕も枕にされるのはとってもつらかったから、元に戻してもらえるならとっても嬉しいよ。二つのぬいぐるみはとっても仲良しになりました。おしまい。